おる気がするね。なんせ旦那は腕が立つ。そんでもってとにかく女にモテるんで、気を許したかと思うとふらりとどこかに消えちまう。まったく罪なお方だ。彫りの深いお顔にすらりと孤独無頼な立ち姿、一体どんな生まれ育ちをしたんだか、そいつはおいらもわからねえ。そんな旦那が帰ってくるんだってえんだ。え、旦那の名前、そうさ、眠り京四郎様だ。覚えておきやがれ。風年様でございますね。そうだわ。お命頂戴いたします。眠り京四郎様とお見受けいたします。なぜ私の名を。一部の隙もないその佇まい、黒羽舞台に来栖の御門、風の噂に江戸へお戻りとお待ち申しておりました。さあこちらへ。人を一人殺めていただきとうございます。お礼はここに。私をそのような生業と思いか。無礼を承知のお頼みは、あなた様ほどの大腕がなければ夫の敵討ちはかなわぬからでございます。金子が沖に召さぬとあれば、私の好みを。この願い何とぞ。
殺法、それこそ夫を殺めし魔性の剣。そなた、演劇殺法を存じておるのか。夫は演劇殺法に敗れたと。今はの際しね。ありがてえ。しかし騒々しいのは変わらばやな。そこらだったらチートばかりさびてくんねえと。第一そんな落ち着いてる場合じゃねえんだってば。察しが悪いよ。どうりて色ができないはずだ。ええっていうことは眠りの旦那もうここに。うん、一つ二つ召し上がってゴロッと横になって今さっき。悔しいね。眠りの旦那は江戸へ戻っても胃の一番に上がるのがやっぱり文字若師匠のところとは。ふらりといなくなったと思ったらふらりとまた現れて。今帰った。しばらく見ぬうちに随分女っぷりを上げたのではないかとかなんとかおっしゃりながら。そんなヤバなことおっしゃるもんかい。ただ一言だけ、もう咲いたかって。もう咲いたかって何が。庭の林道だよ、旦那の好きな。林道って秋じゃねえのかい。まだ桜だぜ。そこが京次郎様。お金鉢。ふらりと現れてふらりといなくなる。海そっくりじゃねえか眠りの旦那は。お前もそう思うだろだよな。それにな、昼間はなるべく力使わねえように寝てばかり。そーっと動いてボソボソ小声で喋んで風なんか吹いたら持ってかしちまうんだ。おい、お前はネズミでも取って働いてこい。あ、旦那ご無沙汰でござんす。お達者そうで何よりでござんす。もうお出かけですか。どちらまで。優勝寺ですって。優勝寺ってと、あ、空年和尚の。空年が死んだ。え、それでお戻りになったんですって、江戸へ。周りの周りの小仏はなんで背が低いな。十字眼下如来真実義赤羽
信用漢字財務卒業に半夜腹見たじ証券を運改革度一切区役者に指式不意税務助手税務等の主の上一切区真実不公公説半夜腹見た修作摂取は次だてやて腹ぎあて腹そぎあて文字そわかはんにゃしんよ。なんだか愛想のねえ坊主どもですね。襲われたとはいえここへ来る前にもしておきった。そんな奴に行を読む気にもなるまい。まあね、しかしここの和尚は旦那の育ての親だったそうじゃありませんか。ってことは旦那は和尚の子供も同じってことでしょ。それにしちゃ随分つれねえやな。空年和尚は血のつながりのない私を慈しみ深く育ててくれた。だが私は何一つ愚問に報じてはおらぬ。そればかりか厄介なことばかりを持ち込んでくる。この寺にとって私は疫病神なのかもしれぬな。だからってなんだかな。もうおー、びっくりした。何だお前。お久しゅうございます。若様、達者でおったか。京四郎様、お嬢様は、お嬢様は殺されたのでございます。何だって。キサラギの末でございました。ここでお一人で、それはもう思ったらしい。なぜだ。わかりません、わかりません。あんなご立派なお方を、お役人から決して口外はしてはならぬときつく命じられまして、にわかの病ということでお弔いもないないで。え、役人とは寺社奉行の。道理でおいらの地獄耳も入ってこなかったわけだ。寺のうちとあっちゃ町方は一足も踏み込めねえからな。しかし何だって役人が口封じを。するってとつまり下手人は上の方の。一体どこまで行こうってんです旦那。こんなところに達中ですかい。俺の育ったところだ。旦那の。へえ、じゃあおふくろ様と二人で暮らしてたってのはここ。へえ、裏山にこんなところがあったんだ。おおおおお、開けると倒れてきますぜこれ。若様、出てはなりませぬ。ほら、母上がお探しですぞ。風が冷とうなってまいった。さあ中へお戻りください。さあお母上様。
何でございます。私たちはなぜここから出てはならぬ。またその問いでございますか。それがそなたたち親子の定めとしか申せませぬ。定めとは何だ。天の定めたもうたもの、そなたの生まれるその前からの。ここにおればそなたたちは穏やかに静かに末永く生きながらえることができましょう。御仏の慈悲におすがり申しての。私は呪われた子供だったのですか。私は生まれてきてはならなかったのですか。母上、聞いてびっくり、見てびっくり、読んで仰天、またびっくりだ。どうした、小石川の名物和尚空年様がにわかの病でお亡くなりになって密葬されたっていうのが如月の末。これが真っ赤な嘘、真っ黒な予感、切られたんでさ、バッサリと。近頃大流行りの暗殺ってやつだ。祭り事が難しいってのは人の世の常だから、といって気に食わねえ相手をバッサバッサが統制封太世も末だね。で、下手人は一体誰なんだよ。その謎解きはこの河原版、こいつを買えば、あ、そうか、なるほどなるほど、合点がいくこと間違いなしだ。勝った。待て待て、御用である。この河原版、中身が俺らされる。やべ、どけどけ。今日は大盤振る舞いだ。はい、持ってけ泥棒。浪人、立ち去れ。命がいらぬと見える。
京四郎、わしに用か。久しいの。10年の余りになるかの。わしと話すのが嫌か。母の仇ゆえ。仇？母はあなたに殺された。あれは自ら命を絶った。幼いお前もその目で見たであろう。あれは大層心を病んでおった。そこへ追い込んだのはあなただ。老い先短い年寄りにむごいことを言う。訓練が死んだ。え？殺されたのです。はあ。驚かれませぬな。いや、意外ではない。なぜですか？訓練はわしに近しいもの。目障りに思われても致し方あるまい。先ほども見ての通りだ。心当たりがおありか？水野越前。老衆か。やつはわしが大御所様と作り上げた御政道を改革の名のもとにことごとく覆そうといたしておる。わしはまだ死ぬわけにはいかん。どうだ、わしを守る気はないか？断る。お前にはわしの血が流れておる。わしを守るのも人の道ではないのか？少子この京四郎、生まれ落ちた時より人の道に外れておりまする。共に殺しておけばよかったかもしれん。あの男、ジュリアン・フェルナンドはオランダの医者だと名乗った。しかしその正体は宣教師だった。折檻の末、キリストの教えを捨て転びバテレンとなったフェルナンドは私の道具となったが、あの男の私への服従は偽りであった。復讐の悪魔となって私の娘を犯したのだ。
ないでください。お願いです。お願いです。私は娘を切ることができなかった。その腹の中にいる京四郎もろともに、そうして京四郎が生まれた。呪われた地、呪われた定めのもとに。そして娘は自害して果てた。悪魔とはわしのことだったのかもしれん。南蛮のガキだってよ。バテレンの子だ。バテレンの子だ。汚らわしい。寄るな。あっち行け。触るな。手が草だ。この疫病神。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 ことは間違っていた。この世に御仏の慈悲などない。お眠りなされ。眠りこそ御仏の慈悲でございます。人の世は一睡の夢。南無阿弥陀仏。この辺で一つ面白いものを見せてやろうか。さあ片付けてくれ。はい、お待ちどうさま。はい、ああ、おちょこはこっちだ。ああ、貝殻が一つ、うん、よし、行くぞ。ほいのほいのほいのほいと。さあどうだ。そんなの簡単よね。せーの、これよっ。そりゃそうだな。そろいわよね。わかるわよ。さあ、これならどうかな。今度はかけてみるか。当たれば倍付けだ。ほんとね。さあ、よいのよいのよいのよいと。どうだ。これも簡単だよ、ね、せーの、これ。そうきましたか。もしここにあれば私は大損だ。どうかな。え、入ってない。うちの、どう。どこにあるので。え、どこにも。
なんだよ、イカ様じゃないか。そうだよ、イカ様だよ。イカ様じゃない。カイ様じゃ。全部ある。シャレだシャレだ。じゃあかわいそうだから祝儀をやろう。さあみんな手を出しなさい。えよっ、はい、えさあ遠慮すんな。なんだ豆かよケチ。すっ鏡の旦那、この手際お侍にしておくのもったいないね。ちげえね。じゃあ今から太鼓にでも弟子入りしてみるか。いやいや、ご無礼使わせた。少々騒がしかったですな。お詫び申す。気遣い無用だ。ありがとうございました。あのそのなりそのもんどころ、失礼ですが眠り京四郎殿ではございませんか。あ、いやこれはありがたい。ぜひお近づきに一献いかがですか。眠り殿、眠り殿、重ねてのご無礼、平にご容赦願いたい。お待ちくだされ。眠り殿は優勝寺の空年御将の死に疑いを抱かれているのではありませんか。そなた何者だ。失礼つかませた。それがしは加賀見陽蔵と申す。なぜ空年のこと。金がね、空年和尚の教えに心酔しておったものでござれば、あの格尺とした和尚がにわかの病とは到底信じられません。もし眠り殿も同様のお考えであれば、それがしもお力添えようと。いらぬことだ。そうおっしゃると思っていました。しかし眠り殿、昨今の江戸は権能不穏、常ならざる気に満ち溢れております。大雨かと思えば干ばつ、はたまた地震に大津波、土地を捨てた百姓が無宿者となって続々と江戸へ流れ込んでいる。方々でいさかいが絶えず、毎日のように人殺しが横行している。あ、いや眠り殿のことでは。とにかくこんな世の中は一度ひっくり返して大掃除をするに限ります。そうは思いませんか眠り殿。私には関わりのないことだ。そりゃその通りだ。いやいや、空年御将の話から随分逸れてしまいました。私も言うことが青臭くていけません。足を止めして申し訳ございませんでした。どうぞお忘れになってください。そうしよう。昨日用心さっしゃりやしょう。昨日用心。天で天で天さん、もうじゃあかわいそうさん、大変なんだよ。やかましいね。カラバンなら表で売っとくれ。しらしら、眠りの旦那の居場所を聞きつけてやってくんだよ。血相変えて。血相変えてんのはお前じゃないか。どんなやつか知らないが、小さく立ってね、ここはこの文字垢姉さんのお城だよ。旦那に指一本させるもんかい。私が行くよ。そういうことじゃねえんだよ。旦那、眠りの旦那、おどきよ。私が行くよ。これお頼み申しまする。きたー、女じゃないか。いや、こんな可愛らしい感じだけど、ただことじゃねえみたいなんですよ。何のご用です。眠
根森京志郎というお方にお目にかかりとう存じます。お取り次ぎを。お取り次ぎどちらのお姫様か存じませんがね、名前も名乗らず取り次げもないもんだ。きっと旦那に一目惚れ、親兄弟も打ち捨ててはるばる追いかけてきたんでさ。旦那そういうの多いから。京志郎様、こちらにおいでと伺っております。いいねいいねいいね。京志郎様、ちょっとお待ちよ。ちょっと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 京志郎様、私に何か用か。あなた様が眠り京志郎。ちょっと呼び捨てとは聞き捨てならないね。京志郎様、ちょ大丈夫ですか。ちょっと父上。え、嬉しい。夢に思い描いていたよりもずっとずっと父上。ちょっと待ちなさい。初めてお目にかかります、茅場美沙と申します。いえ、もういっそ眠り美沙。待て、いきなりでさぞ驚きでございましょうね。お父上も。そのお父上はよしなさい。なぜです、茅場のせいに大覚えはございませぬか。茅場。はい、麻布の茅場首里之助を大覚えでございましょう。その妹の静香、ご存知でございますね。私はその静香の娘でございます。なんと、静香。はい、私はその娘にございます、父上。何、旦那、そのお顔ひょっとして心当たりが。いや、ない。え、こともない。お会いしとうございました、父上。本物なのかい、金八。旦那モテますからね。邪険にそれやするほど次から次と。ま、旦那も根は嫌いじゃねえもんだから。父上。あの花はそなたの。はい、おばあ様のお墓ですから。いいよ旦那。何、髪の色がそっくりで。門戸の将の字はしぶといの。もう大御所家成様の世は終わったというに、未だに我らの改革を潰そうと画策しておる。御意。そなたが申す通り、我らの改革は電光石火の速さで推し進めなければならぬ。ご老中、上様には。いずれそなたのお目通りが叶い、直に上様に愚心できる日が来るであろう。今しばらくの辛抱ぞ。ようぞ。はは。まったく。墓もねえとは一体どうなってるんでしょうね。空年和尚は老中だろうが大商人だろうが、
漫才の中で構わず一喝したそうで、逆恨みする不心得者も多いんでしょうがね。俺もよく叱られた口だ。え？あ、いや、あの、もちろん生き仏様とお慕いする連中の方が多うござんすがね。父上。旦那美佐お嬢様ですね。どうしてここが上がったんだろう。さすが親子だな。いや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 。おはようございます、父上。父ではないとあれほど申したではないか。いいえ、父上でございます。あ、でもご迷惑は決しておかけいたしません。死んだ母も繰り返し申しておりましたもの、京四郎様は、つまりあなたのお父上は妻をめとる心はない、それを承知でお前を産んだ、夢夢京四郎様に迷惑をかけてはならぬと。だからな。あ、いや、だからつまりこうおっしゃりたいのでございましょう。少し髪の色が似てるからといって、二昔前の話、そなたの母が死んで、そなたと私が誠の親子であるか否かを誰かに定めるのはかなわぬのではないかと。そうだ、その通りだ。ですから構わないのです。父上が、いや、京四郎様が私を娘だとお思いにならなくても構わないのです。ですから私一人が心で父上と思っていればそれでよいのですから、誰にも迷惑かけたくございませんもの。私間違っておりますか。旦那、来るもの拒まず去るもの追わずってことでね、お嬢様。はい。さあさあどうぞどうぞ。金八さん。あよ。ご用が終わりなのでは。ご用、いや、ご用なんかね。ああ、そうでした、そうでした、ありました、ご用。旦那。ちょいとやぼ用で失礼します。父上。戻りましたって、あんた旦那は？無頼の旦那と思っていたが、あれまるっきり娘と父親、すっかり板についてきやしたね。え、あの子と一緒なのかい？二人きりで。へい。どうしてついてかなかったのさ。お人払いを食わされやして。まさかあんたが引き合わせたんじゃないだろうね。とんでもございませんよ、たまたまばったり。なんだか心配だね。ん？心配ってよりやきもちなんじゃないですかい。え、どうして私があんな小娘にさ。美佐様のお母様もさぞや美人だったんでしょうな。金八、なんせ眠りの旦那が惚れたんだもんな。金八、あ、ひょっとして美佐様は父親ってより。それ以上言うと。帰りなさい。私といると災いに巻き込まれる。お気遣いありがとうございます。でもご心配なく、覚悟の上でおそばにいるのでございますから。もちろんご迷惑をおかけするつもりは毛頭ございませんので、我が身に何かまがことが降りかかりましても、父上をお気になさらず、お心のままにお拾いくださいまし。お邪魔でございましたらもう少し。はい。
飯はまだですかね。おい、飯にするか。またおめえか、このクソガキ。つけえ野郎だ。今度は飯を盗もうとしたのか。勘にならねえ。このクソガキ、このガキ。殴っても夏虫で薄気味の悪いガキだ。かまうことはねえ、すまきにして大川にほろごろじまい。おやめなさい。幼い者一人に大の大人が何ですか。お嬢様、止めねえでおきなせえ。こいつはここらの薬味をかめねえんで。それでも相手は子供じゃありませんか。子供も大人もあるもんかい。引っ込んどいてもらいましょう。すまきだすまきだ。それは許しません。何をしゃがんで。だったらお嬢様にお代払ってもらいましょう。払ってもらいましょうか。待てガキ、このガキ。父上、父上、いや、私が悪いのでございます。どうかこの者たちをこの前のようにお切りになりませぬよう。俺たちは何もな。飯だ。あ、待ちなさい。まったく、お腹が空いたくらいで何ですか。暗いってなんだよ。次いつ食えるかわからない怖さ。食いたい時に食えるようなやつにわかるもんか。それは腹が減った。Bao nhiêu đêm xa vắng, lòng nhớ em như lúc còn yêu.